8月に入ってから関東の水がめである利根川水系旧ダムの貯水率は急速に低下を続けていました。8月中旬になり放流量の調整や台風7号による雨で一旦低下のペースは落ち着いておりますが、来週にかけてもまとまった雨は予想されておらず、今後の渇水の懸念は残っている状況です。利根川水系旧ダムの貯水率は18日0時の時点で 66% で、10日に比べると6ポイントほど上昇しました。これはこの時期の平均値の9割弱で、8月中旬になって貯水率の低下は一服している状況です。旧ダムの中で最大の貯水量の矢木沢ダムでは8月10日以降放流量を減らしているため、ここ1週間ほどの貯水率はほぼ横ばいとなっています。また矢木沢ダムに次ぐ貯水量の下久保ダムでは台風7号や湿った空気の影響で13日から17日にかけて100ミリほどの雨が降り、貯水量は少し回復しました。さらに八ッ場ダムが3年前から運用開始されているため、8ダム時代に比べて 7% ほど全体の雨量が増加、以前よりは余力が大きくなっています。現時点では近年の渇水年ほどの貯水率の低下ではなく、すぐに水不足に陥る状況ではないと考えられます。ただ来週にかけてまとまった雨が降る可能性は低く、雲が多めながらも気温の高い状態が続く予想です。最新の1ヶ月予報では9月前半にかけても気温は平年よりも高い予想となっています。台風や秋雨前線などによる雨がない場合は貯水率が低下を続け、2012年のように9月に入ってから取水制限が行われてもおかしくありません。日頃から水の無駄遣いをしないよう心がけておきましょう。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。今後ともご活用ください。